高田信彦、高田信彦、高田信彦、1962年4月12日体は、日本の男性元プロレスラー、総合格闘家、タレント、実業家。本名及び旧リングネームは、高田信彦。神奈川県横浜市泉区、旧、突区出身。血液型は、A 型。レスリングと格闘技の道場、高田道場の主催者であり、格闘技。 イベント、プライドの統括本部長を務めていた。芸能のマネジメントは、レプロエンタテインメントが受け持っている。妻は、タレントの向井秋。現在は、東京都在住。少年時代は、長島修行に憧れる、野球少年で、少年野球では、オール横浜に選出されるが、長島の引退とともに、野球熱が冷める。その後、アントニオ猪木に憧れて、 中学生になった頃にはプロレス入りを決意。中学校卒業後、アルバイトをしながら独自の方法で体を鍛え、1980年に新日本プロレスへ入団した。道場では藤原義明と前田明が兄貴分的な存在となり、スパーリングで鍛えられた。太りにくい体質で、新弟子時代は毎月のように体重のノルマを課せられて、 それをクリアできなければ解雇される状態だった。1981年5月9日に、逮捕、A 登る男戦でデビュー。この頃の得意技は超躍力を活かした、ミサイルキック。1982年からはアントニオイノキの、付き人を務める。1983年にチョキが、カナダ遠征をした際に、付き人として同行しており、欠場した。 初代タイガーマスクの代わりにたまたま試合に出場したところ、ジャパニーズレッグロールクラッチで勝ちを収め、高田のテレビ中継デビュー試合でもあり、ポストタイガーマスクとして一躍注目を集める存在となった。それまでは、前座で勝てなかった先輩たち、ニークラフミスケと小杉俊次から勝利を収め、代打の形でテレビマッチにも抜擢されるようになり、 青春のエスペランサの異名が付けられた。当時の入場テーマ曲は、疾風のライダーという曲で、ワフ遺跡前の新日本時代にかかっていた。また、ジュニア戦線での戦いを意識して、ローリングソバットを代用していた。1984年に、師匠、藤原義明の誘いで、新日本を離脱し、オープニングシリーズでは、選手貸し出しの形で参戦していた、ワフ。 旧和布、第一次和布、ユニバーサルに移籍して、前田明と合流。当時はるかに格上だったマークルーインから勝利を収め、同時期に和布に移籍した山崎和夫らと名勝負を繰り広げたものの、予定されていたアントニオ猪木の不参加などの要因で、団体は崩壊。和布所属選手は新日本へ合流し、新日本に参戦した期間には、をとして、 新、名勝負数え歌と呼ばれる好試合を繰り広げ、E1 ウップジュニアヘビー級王座のベルトを争った。また、当時、ワールドプロレスリングの実況を担当していた、古立一郎から、わがままな、膝小僧の異名を付けられた、キックを多用する、ファイトスタイルから、戦うジェームズ・ディーンとも、この当時は、女性ファンからの人気も高くバレンタインデーには、チョコレートが段ボール箱に、 三箱届いていた。1988年、前田明、山崎和浦と共に第二次和夫を立ち上げる。第二次和夫では前田に次ぐナンバー2の序列で、前田、山崎と共に全鉱山と言われた。第二次和夫は一世を風靡したものの人間関係の不和から、1991年に前田のリングス、藤原義明の藤原組、 高田のワフ・インターナショナルの3団体に分裂。ワフ・インターナショナルを設立し、社長に就任。最強を肩書きにした高田は、団体の絶対的エースとして、ゲイリー・オブライト、北尾康二、スーパー・ベイダー、サルマン・ハシミ・コフラ競合選手との対戦などで人気を、博し、1992年には、プロレス大賞の MVP である年間、最優秀選手に選ばれる。 1994年4月からは、富士テレビのスポーツニュース番組、スポーツウェーブのキャスターを務めるまでになる、試合があった日も生放送に出演していた。1994年1月に、タレントの向井明と挙式した。高田以外に知名度のある選手が、ほとんどおらず、スポンサーや、テレビもついていないワフインターの経営は1994年頃より、いよいよ苦しくなり、 社長業が高田を精神的に苦しめるようになる。1995年6月に近い将来引退しますとマイクで宣言し、さらに同年7月の参議院選挙には、爽やか、新党から比例名簿順に2位で出馬するも落選。8月には、田村清氏から僕と真剣勝負してくださいと挑戦を受けるが拒否した。数々のトラブルと、 選手離脱により倒産が現実味を帯びた、ワフ・インターは新日本プロレスとの対抗戦に踏み切り、1995年10月9日、新日本プロレス VS ワフ・インターナショナル全面戦争における対象戦、武藤敬司、e ワグップヘビー級王者戦に敗北したことで、最強を標榜してきた高田とワフ・インターは決定なイメージダウンを受ける。年月日、 東京ドームで武藤を破って、リベンジに成功。第18代イーワングップヘビー級王者となり、イーワングップべての王座を獲得した。3月1日には、WAF インターナショナルのリングで防衛戦が行われ、腰中ナ郎シロウを破って初防衛に成功したが、4月29日、橋本信也に敗れ王座陥落となった。その後、王に参戦して交流試合を行い、 天竜源一郎と二度のシングルマッチを行い、天竜との試合は、プロレス対象の年間最高試合に選ばれる。しかし、ワフ・インターの運営は混迷し、山崎に続いて、6月には、田村清志氏や中野達夫が対談。10月には、インディー団体、東京プロレスに参戦し、従来の路線からすればあり得ない、マッチメイクあったブッチャーとのシングルマッチを行ってまで、 何とか団体の存続を図ったが、1996年12月に、ワーフインターナショナルは解散した。多くの選手は新たに設立された団体、キングダムに引き継がれたが、すでに、ヒクソングレーシー戦を見せていた高田は意見の相違の、ため所属はせず、公開スパーリングと解説者として、かつての仲間をサポートするにとどまった。 ワフ・和風インターナショナルで工業に経営者として携わることに懲りており、自らは工業会社としてのプロレス団体ではなく、所属選手を持つ格闘技の道場として高田道場を設立した。キングダムの初期、高田道場の選手や、海外のバーリー・トゥード系選手を招聘しての総合格闘技工業、プライドの開始に深く関わる。ワフ・インター時代の同門の安城洋二が、 ヒクソン・グレイシーに、同情破りを仕掛けるも帰り討ちにあった因縁の結果、詳細は、お互いのリンク先を参照プライド創成期に、選手として活動、ヒクソン・グレイシーと二度対戦、プライド1、プライド4するが敗退。特に初戦において、エースクラスの日本人レスラーの総合格闘技での敗北は、これが最初であり、プロレスファンの深い失望を招きとともに、 A 級戦犯として、プロレスマスコミからバッシングを受け、さらにアントニオ・イノキからは、よりによって一番弱いやつが出ていったと告評される。二度目のヒクソン敗北直後にヒクソンとの三度目の対戦を望んだ。その後も、マーク・ケア、プライド、六、ホイス・グレーシー、プライド・グランプリー二戦開幕戦、イゴール・ボブ・チャンチン、プライド、十一、ミルコ・クロコップ、プライド17、十七、 マイク・ベルナルド、イノキ・ボム・ BAU2001 などと次々と戦うが消極的な戦い方で敗退した。イゴール・ボブ・チャン・チン戦からはメインイベンターの座からも降りた。一方、マーク・コールマン、プライド5には勝利したが、コールマンは後にこの試合がブックであったことを事実上認める発言をしている。2002年11月24日。 プライド23の田村清試合手に引退試合を行いに R に右フックで失神系を負け、試合後のマイクで田村にお前男だと発言、このフレーズが後の大会で頻繁に使用されることになる。プライド統括本部長に就任し、同時にプライド中継の解説も行っていた。大の特別プライド男祭りのオープニングでは、 開会宣言で、お前ら男だ。と叫ぶ選手呼び込みで話題となった。2003年開催時には、埼玉スーパーアリーナの地上60メートルの屋上に立ち、2004年開催時にはふんどし一丁で暴れ、大太鼓を叩いて、男の中の男たち、出てこいや。と選手を呼び込んだ。後にこのフレーズは高田を形容するキャッチフレーズとなる。単に、出てこいやとも、 そして、2005年開催時には、タップダンスを披露した後、2006年開催時には、ピアノ独奏を披露した後に、ふんどし一丁で暴れお大太鼓を叩いた。一方で、図、後にハッスルエンターテイメントが主催する、プロレスイベント、ハッスルにおいては、ハッスル1と、ハッスル GP2008 に、電撃参戦する、長治明の記者会見に登場した。なお、悪役レスラー軍団、 高田モンスター軍の高田総統とは、高田の古くからの友人という設定になっている。プライドに関わっていない現在においても、高田道場が主催するダイヤモンドキスカレッジに、長次明や知恵、野口大輔レフェリーらが参加するなど、ハッスルとは良好な関係にある。ディズニーのアニメーション映画、ミスター・インクレディブルで声優に挑戦。日本テレビのテレビドラマ、 戦国自衛隊関ヶ原の戦い、第2部愛する者のためにや、ドリームステージピクチャーズ制作の映画、シムソンズ、NHK 大河ドラマ、光明が、辻、風林火山、連続テレビ小説、瞳に出演した。2015年、リジンファイティングフェデレーションの統括本部長に就任。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。